今月作りました月1500円ミニ四駆6ヶ月目オフセットトレッドタイヤを取り付けてみましたが、実際のところトレッド幅で走行って変わるの？君は何でもできるはずだ。今回のコース、小島坂戸店コーナーセクションが多めのレイアウトになってます。はい、ということで月1500円ミニ四駆6ヶ月目の走行はいかがだったでしょうか。今回は特にオフセットトレッドタイヤに注目して走りを見ていきましたが、トレッド幅による着地安定性というのはそれほど変わらないかなといったところで、コーナリング速度でいうとやっぱりトレッド幅が狭い方が速かったかな。全体的なところで見るとまだまだ完走率は高くないかなといったところで、さすがにミニ四駆半年もやるとミスが曲がってきたりするので、
来月はこの辺りを修正していきたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。